写真拡大。セ・パ両リーグは29日、最も印象深いサヨナラ打を放った打者を選ぶスカパードラマティックサヨナラ賞の年間大賞に阪神の高山俊外野手26と本季までロッテでプレーした鈴木大地都内のホテルで行われた受賞式では特別ゲストの高橋由伸氏44前巨人監督から高山に対しまだ能力の半分も出せていないのではと辛口エールで猛撃が飛ばされた。壇上に立つ高山は大きく息を吸った。宿敵巨人の前監督で東京六大学の大スターとして憧れた先輩からの激辛エール。会見を通じて4度繰り返すように言われた。まだ能力の半分も出せてない。2016年の新人王も来季5年目を迎える。レジェンドの言葉により思いを強くした。自分でやらなきゃいけないのはよくわかっています。でもそう言ってもらえると一層やっていかなきゃなって思いますよね。今季は2年ぶりに105試合に出場した。糸井の故障離脱後には右翼のレギュラーとして活躍。表彰された代打サヨナラ満塁弾など5本塁打打率269の成績を残した。ただレギュラー定着とまではいかず秋季キャンプでは必死にバットを振った。そんな中で高橋氏の激励を受けた。リップサービスはない。だからこそ胸に響いた。敵将として野球評論家として高山の4年間を見た同志は舞台裏でも激励したという。持っている能力からすれば来年はレギュラーにならないとな。打席数、試合数を増やしてヒットをたくさん打たなきゃいけないよ。野球人として能力を認めるからこそエールの言葉も徐々に熱を帯びた。三拍子揃っていますからね。タイガースに足りないところをたくさん持っている選手。レギュラーを取れば得点能力が上がる。打って走って長打もありますし阪神の勝利確率が上がる。最大級の評価を最上級の結果に変えたい。秋季キャンプでは黙々とバットを振り込み守備走塁面でも必死に成長を求めた。いつもですけど2月1日に 100% の状態でいれるように。僕にとっては開幕も最後の1試合も大事。そういう立場なのでね。進化の問われる2020年、大先輩の猛撃を力に覚醒の時を迎える。